なんだかわからんけど、もう辞めるのに米の国に出かけて行って、同じようにもう辞める大統領と会って、何を確認させられたのか？そして、ウクのゼレンスキーに会って、安全保障の機密情報交換で合意し、今後も支援すると約束して、ヤロスラフ健康勲章とやらをもらったらしい。岸田のポスト。ウクライナのゼレンスキー大統領からヤロスラフ健康勲章をいただきました。今日のウクライナは明日の東アジアかもしれない。日本は自らのためにも力による一方的な現状変更は絶対に許さない。その強いメッセージを出していく必要があります。ゼレンスキー大統領の勇敢さに改めて敬意を表します。勲章をもらってにんまりして、そんなに嬉しいのか？国民からかき集めた血税を、ウクに大量に垂れ流して、ん？何ウクが大事なら、もうウク国民になったらどうなんや？日本の国に、こんな国民のことを考えん総理大臣、日本人はいらんわ。ネットの声。能登半島地震被災地に補正予算案組まないで、日本国民に増税してウクライナ支援優先は売国奴だろ、岸田文雄。アメリカバイデンの犬。日本はアメリカの ATM じゃない。日本国民の税金で勲章をもらうな。売国行為でもらう勲章に価値はない。ウクライナ支援の金は日本政府が保有する米国債の利息などの外貨だぞ。しかもほぼ全て借款だから、後で決議までむしり取って返還してもらう。返済のためなら独立国家の主権すら奪い取る。霊体リアル牛島くんの異名を持つ世界銀行経由の理由分かってんのか？ウクライナ支援するなとは言ってないが、バカなの？能登半島地震被災地に補正予算案組まないで外国支援優先。なんで10年も日本が支援するんだ、バカだろ。お前が金を出せよ。他の国はここまでやらない、バカだろ。同盟国じゃない。世界銀行経由かどうかわからんけど、それならそうと説明して良いと思うわ。リアル牛島くんだとしても、能登がむちゃくちゃなのに海外に良い顔してる印象が拭えんね。それに国民に黙ってる保証もやってるしね。次回の選挙で岸田が落選したらおもろいな。支持率ガタ落ちのポエムは、なんとキングメーカー麻生に直談判したらしい。小泉進次郎氏、力を貸してください。麻生太郎副総裁と面会、総裁選の支援要請。自民党総裁選27日投開票に出馬している小泉進次郎元環境省43は24日、麻生派会長の麻生太郎副総裁と東京都内で約30分面会し、議員票の上積みへ力を貸してくださいと支援を求めた。関係者が明らかにした。麻生派には衆参両院議員計54人が所属しており、議員票の比重が高い決選投票で勝敗の鍵を握る可能性が高い。総裁選では小泉氏と石破茂元幹事長、高市早苗経済安全保障担当相が上位を競う展開になっている。ネットの声。最後は派閥を頼る構図。当選したら派閥容認の流れです。実に見苦しい。信念がない人は崖っぷちに立たされるとぶれますね。尖閣や台湾の有事が勃発したら右往左往する姿が想像できる。修羅場の経験を積み、信念を持って出直してください。決選投票での多数派工作ならまだ理解できるけど、1回目の投票で上位2人に滑り込むためのお願いなのがしんどい。国民的人気を背景にして党員票が獲得できるからと支持する議員を増やしてきたのに、党員票が思ったほど取れないから議員票を増やさないといけないって本末転倒。小泉氏を支持している議員たちに今の心境を聞きたい。自らのイメージ戦略のために PR 会社に1億円以上を使い、
菅派の力を借りるも不足と見るや麻生派に票重ねを泣きつく。旧候補の中で一番金と派閥の古い自民党体質の活動をしているのが小泉進次郎に見えるんだが、離党した世耕前参院幹事長とも会ったらしいね。とにかくまず自分が総裁にふさわしいかってことが分かってへんね。自分が総裁になって日本の首相になって日本の舵取りができるかってことも分かってへんってことがよく分かる。厚顔無恥やね。そこらへんも分からんってところがやっぱし頭が悪いと思うわ。先日 C 国で10歳の小学生が刺されて亡くなっても日本政府は説明を求めるっていうだけで警戒レベルもゼロのまま。環太平洋の国は C 国に対して米の国はレベル3、台湾レベル3、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドはレベル2、韓国はレベル1、日本だけが何も問題ないレベル0。事件を受けてか C 国が日本国内の C 国人に対して現在の情勢を踏まえ警戒を強めるように、デモや集会には近づかないことと注意喚起。どうなってるの？ C 国でさえ日本の10歳の子が亡くなったことで自国民に危害が与えられるかもしれんってことで注意喚起してるのに、日本は自分の国の10歳の子が亡くなって反日書き込みがあって今までも似たような事件が起きてるのにレベル0のまんまってどういうこと？全く経済優先で国民がどうなろうと金さえ儲かればよいってこと？こんな国、若者が海外に脱出するのも無理はないわ。こんな国の舵取りをする自民をぶっ壊せ。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。